売れなかったのよララララ売れないのよララララ寝ても覚めても売れないのちゃ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 ここまで聞いてアホや思ってみんな辞めた人もいるまあ辞めてもいいけどねあの二人のリサイタル20247月2024年7月2日に京都で行ったえ僕らがやってる 年に一番大きなメインイベンンベトの CD を作ってこないだから宣伝してるんですがね一向に売れませんごくわずかね何か疲れちゃってね YouTube もいいねけどねあのなんていうのかなうんなんかね音楽の聴き方がみんな自分も含め,含めてやけどあのインターネットとかスマホとかがこう。 普及ししてからもうほんままに雑になりましたよねだから YouTube なんかでも例えば10分ある動画を10分最後まで見る人でもうほとんどいいんでしょう、ね。みんな最初の僕 YouTube スタジオっていうね YouTube やってる人がこう自分の投稿に関してはデータを見るのを見てるとねもう大概最初2分ぐらいですよ平均したら見てんの10分ぐらいの動画でも。なんか情けなくってね。でも興味のあるものはもちろん全然見えへしね。 まあこれやってる方から僕がオカリナで YouTube やってるからその,その立場から言うとねあのやっぱりねオカリナっていう楽器だけのことを見ててもね絶対上手にもならへんし音楽のなんていうか楽しさ味わえへんしうんあの僕はもともとクラシックから入ってるけどクラシックばっかりしかやってへんかあるいは聴いてへんかってことは全然そうじゃなくてね。 割とね小学校中学校の頃はほんまにクラシックばっかりいてたかな高校もねでその後と、まあ、年行くにつれてねいろんな音楽を聴くようになってね「今はの気をしろって知ってます RC サクセッションねなんかいっぱい飾り物つけてうまいんですよ今はの気をしろね早く死んじゃったけどねそれから今生きてる人の中でうまいということを言うとすれば やっぱり一番は桑田介かなもう歌めちゃくちゃうまいしねで日本人のハートをつかむメロディーを作るのがあの人はすっごい上手だと僕は思うんですよね。それからちょっと前ではちょっと古いところではさだまさしね、えー、やっぱりクラシックから出たあの音楽家ということでねメロディーが素晴らしいですよ。それとメロディーと歌詞のねなんてうの一体感というかねもうこれすごい桑田佳祐のメロディーと歌詞の一体感とは全然違うんですよねなんかね。 両方とも素晴らしいだから米津玄師とかもなんか最近の朝ドラの歌を歌ったけどあれは音楽じゃないよね。うんあれは音楽じゃないです。まあということでねだから僕としてはあのそのいろんな僕が上げてる動画をねいろんなもん見てほしいんですよね。なんか技術的なことを喋ってる動画だけ見たって絶対上手にならへんしねそんな。ね。あんなおまけみたいなもんですあれは。それよりも僕が演奏してるやつとかねそういうのは見てほしい。 でその話戻りますが CD の話ですがねなんかあまりにも売れへんのでもうちょっと詳しく言うとで今度のねあのその2024年の2人のリサイタルっていうのはね、あのー、割とねピアノメインまあピアノメインとまではいかんけどねピアノのね、まあ、今までもうその2人でやってねいから半分半分的な感じではやってきたけどね演奏のね出来というかね内容からしてもね今回はねピアノが好きな人ぜひ聴いてほしいです。 ピアノ好きなな人別に弾けなくてもねでそういう意味でね大その CD の1曲目がね、まあ、コンサートの1曲目だけど「キラキラ星変奏あ、全部モーツァルトです。ね「キラキラ星変奏曲です、ね」というねこれ子供がよくやったりするんだけどねあのこれ素晴らしいですこの演奏。もうね楽譜に書いてあるのはもっと忠実にっていうだけではなくてねそれ以上の,その自分なりの工夫というかねもう人にはやらへん人はやらへんよ、ね そういうの嫌う人もいいの嫌人もんだけどねでも僕は素晴らしかっったと思ったんですそれからそれに続く幻想曲「遍路町長」っていうのねこれもあの遍路町長やったかななんか忘れちゃいました、えー、これなんかねそのキラキラ星とよくペアになって演奏するということであの今回もね2曲目それやったんやけどあの、まあ、いかにもモーツァルトらしいね可愛らしい曲ですわ、ね、ちょっと憂いも含んでてでもモーツァルトのこう何て言うかなこう 天真爛漫さみたいなところもあってねだからこの最初の2曲のピアノはねあのピアノの好きな人ぜひ聴いてほしいです。それからその次がね私のオカリナとピアノとでモーツァルトの判断ってね、えー。これオカリナでね十分老けるのにねオカリナの人はあんまり音楽知らないのかもわからんけどねあのやってる人はほとんどっていうか僕は知らないね。僕の生徒さんが34人今頑張ってやってあるけどね。 えー「フルート協奏曲」っていうモーツァルトの曲のね、えー、1番2番どっちかってねどっちかの,、えー、の第2楽章がアマチュアが弾くにはめちょっと難しいから言うて簡単に作り替えはったんが何だってこの曲やっていう話を聞いたことあります。それからその次がねあのモーツァルトも最晩年死ぬ直前の歌劇「魔キっていうのの中からね「えー、夜の女王」のアリア。タカタカタ トゥ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 って何かようコマーシャルでやっまやよねこれもねモーツァルトの超有名なオペラの曲ということでねでこれ実はねあの本番の前の日にねたまたまインターネットスマホ見ててねただある音楽家の人がドイツに住んでるね日本人の声楽家の人やけどその人がねこの曲についての解説をしてはったんですよ。 それななかかか素晴らしくくて、てもすりや要はあの夜の女王っていう、まあ、女の人がね自分のその娘に向かってね「あのこの男を殺してこいそうやないとお前はお前とはもう今日限りで、えー、親子の縁を切る」みたいなねそういう内容の歌やっていう説明をこんな単純じゃなくてねもうちょっとチャッとしたはったんですよ。でその「てかてかトゥ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 」っていうのはねどっちかというとあの コメディみたいなな感じに聞聞ここええるのもんですよんか笑い声のように。とかねんかあざ笑ってるかのようにもんかだから楽しい感じの曲にも聞こえんやけど実はそこで歌ってることはすごい恐ろしいことをね今言うたようなことを歌っててだから要するにねここが一番ポイントだけどねなんかあまりにも怒りが煮えたぎっててもう 普通の怒りじゃなくてもうちょっとこう頭がおかしくなったなんかちょっと <laughs> <laughs> ほい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 みたいななんか狂っちゃったみたいなねあの何て言うのその爆発的に狂うんじゃなくてなんかはあみたいな感じになっちゃってそういうところやっていうねそれ聞いてね僕とその奥さんピアノはねなんかすごいインスピレーションを得てねすごいいい演奏ができたんじゃないかなという でその後私の一番弟子の笠谷綾さんっていう人が、えー「アベ・ベルム・コルプス」っていうねモーツァルトの有名なこれ合唱曲かな、ね、あのメロディーが綺麗やからオカリナとかフルーツとかいろんな楽器でやるけどねこれも実はねモーツァルト最晩年の曲なんです今言うた魔的「魔敵歌劇魔敵」のねと並ぶぐらいの時代もうほぼ同じじゃないかなの曲ですもうモーツァルトのなんかこうなんていうかなこう もう死を間近にしたモーツァルトのこう,なんてう悲しみじゃないよねなんかこうすごいこううん静寂というかなんていうかね名曲ですよねでその後せっかくその笠谷さん来てもらってるんでえもうちょっと若い頃のオペラになります「フィガロの結婚」っていうまあモーツァルトの中で一番有名なオペラですよねその中の「手紙のアリア」っていうねえ曲を デュエットでねこれはね2人ともソプラノの F 感を使ってね吹いてます。でコンサートはそこで休憩。で後半がまあメインでね、えー、後半の最初はオカリナとバイオリンビオラチェロによる四重、えー、奏曲。これももともとはフルート四重奏曲二丁調っていうすごい有名な曲なんですがそれのフルートのパートをオ,オ,オカリナに置き換えてやってます。な、えー、なかなか しんどかったですねこれもねこれのおかげで指を一段と痛めましたやっぱりね、えー、まあでも頑張ったなと思ってますねあのライブやからミスはいっぱいあるんねけどねでも音楽ってね間違ったらあかんみたいに思われてるでしょ言い訳するわけじゃないけど間違わんと何も何事も起こらんと吹けるあの演奏できしてんのと間違ってもえい,いからなんか自分のなんか表現というかねそれをやってる人だったらそっちの方がいいに決まってるからねやっぱりね というのがありますで一応プログラムの最後はもう一回ピアノで、えー、ピアノ三重奏曲今度はピアノとバイオリンとビオラがなくてチェロっていうねその3人の編成で、えー、これヘンロ長長やったかな,なんけどね、えー、これもなかなかねモーツァルトらしい曲で、ね、これ名演ですバイオリンのねバイオリンとチェロのこうがね、えー、すごいあの若い私らの,あの息子世代の 息子の同級生なんです、京都芸大のね、なんやけど、あのー、すごいいい演奏をしてくれてます。ね、それとピアノとね、私の奥さんの。で、アンコールに、えー、さっき、えー、手紙の二重奏っていうのをや,やりましたよね。それと同じ、フィガロの結婚っていうオペラの中から、えー、恋の悩み知る君はっていうのね、これもそのオペラの中で超有名なアリアです。でこれをね、えー これがねもうすごい評判良かってね一番練習してへんねけどアンコール何しようかな言うててあこれええな言うてたまたま楽譜があったんでやったんであんまり練習してへんねけど結局これが一番評判良かったですうんというその日のコンサートのプログラム全部をね1枚に録音してますでいつもは CD1 枚たい2000円なんですが今度はゲスト出演者が多かったんで CD の売上げに対してね えー、その方々にも、えー、ギャラをね支払いますんで2500円ということでぜひ、えー、下の概要欄にね、えー、申し込み先貼っておくんでぜひお申し込みくださいお願いいたします私の生徒さんみんな買ってね僕らが若い頃は自分の先生がコンサートやらはったり <laughs> CD 出されたりしたら必ず必ず買いました まあそういう時代じゃないと言われたらそれまでないけどなんかそういう気持ちっていうのが僕が言うのこっちが言うのも変ないけどなんか最近そういう気持ちがもうお金払ってレッスン受けてたらあとは何もかわんでええでしょうみたいなねそういうちょっとこう何て言うかなもう昔とは違うな昭和は良かったなっていうのをつくづく思います。押ししし売りでしたよろしく